皆さんこんにちは。薬膳研究家の坂口すみです。皆さんにためになる情報をお届けしていっています。さて皆さん、桑の木ってご存知ですか？桑はかつてお蚕さんの餌として日本中で育てられていた植物の一つです。この桑に実る桑の実、5月から6月にかけて実る紫色の果実ですが、これは非常に体にいい薬効があるということで中国医学では知られています。この桑の実の名前は漢方薬名では総人子、最もアンチエイジング効果の高い食材というふうにも言われています。栄養学的に見てもポリフェノールはなんとブルーベリーの3倍、葉酸、その他ビタミン、ミネラルなども豊富に含まれていて、体を若返らせる、つまりサビ付きを取るような効果があるというふうに言われています。この総人子、どこで手に入るかというと、山梨や長野などの果樹園でも育てられているんですが、実は皆さんの身近な利根川や多摩川などの河川敷なんかにも自生しているんです。最近うちの娘が仲のいいおじいちゃんと一緒に利根川にこの桑の実を収穫に行きました。そしてなんと野生の桑の実を2キロも収穫してきたんですね。今回はこの桑の実を使ったシロップとジャムの作り方をご紹介しようと思います。皆さんもぜひ一度この桑の実を収穫して、一年中楽しめるような保存食を作ってみていただけると、スムージーに使ったり、それからちょっとした朝のヨーグルトのトッピングにのせたり、いろんな使い方ができますので、ぜひ楽しんでみてください。いかがでしたか？桑の実が手に入らなかった方はブルーベリーでも同じように作れます。一つの果実で2種類おいしいレシピをご紹介しました。